今日も一日お疲れ様。駄菓子屋あるある屋がくじをお知らせします。次生初開市の時間です。進みましょう。夢ホーム石川吉です。石川さんの頭がとても気になってます。さゆみ9人の北村さゆみです。あれですね、お花ごと回るんですね。いいだろう。これね、ちょっとね、近くで見ないとなかなかわからないと思うんですけどね、お花にはちなみに顔が書いてあるんですよね。そうそう、うん、これがね、うちが開発したエコ商品。これで発電されるという。そこをね、つながってますもんね。真ん中の手の部分は、ん、これ手ですか。お、これ手ですね。コミュニケーション取るためのもの。コミュニケーション。バカ売れじゃねこれ。いや、もう皆さんからあの石川さん可愛いとの声がやっぱり、うん、たくさん届いてますけど、うん、私もあの今までつけてきたあのヘッドアイテムの中で、うん、ピカイチですね。ちょっと、あ、そう、可愛さで言うと1位ですね。耳じゃなしに。いや、それ耳でしょ。ん、耳、触覚、触覚や、触覚、発電システムと触覚。もうね、いろんなアイテムが飛び出す、うん、あるあるや。やっぱり ね、原子力だけに頼っちゃいけんよって。お、その、その訴えなんですね。頭で発電する時代だけこれ。ぜひ欲しい方はあるある山で、うん、80円かな。安っ、うん、あ、やっぱ200円にしとこう。そうしとこう、そうしとこう。やば。さあ、今夜もですね、もうすでに苦情が来ます。苦情が、言っちゃっただけに。あの前の映像とか見れますから。あ、駄菓子屋の値段ってね、結局店のいい値段よ。あ、そうなんですか。どこ見てもね、うん、小売価格以外ないよね。うーん、うん、だからいくらでもつけれちゃうんだ。そうそう、じゃあ200円ぐらいでいっときますか。うん、2個買ったら1個300円だろ。多幸なるという。高いし、高いし、1個タダになるっていうのが普通なのよね。資本主義に逆流したシステムがいいね。決してそんなことはありませんので、あるあるや、皆さん来てください。さあ、あのもうすでにですね、たくさん書き込みをいただいてるんですけど、今日は星座の方もまだまだ揃ってないので、皆さん星座の書き込みお願いします。乙女座、うん、伊手座、水瓶座、以上。最近なんか似てきましたね、うん、はい、なのでどんどん書き込みをお願いします。お待ちしています。じゃあ石川さん、今夜もよろしくお願いします。はい、お願いします。ツイン生初開示。この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。音がする、音が。ツイン生初開示、おいえ。はい、いつもたくさんの書き込みありがとうございます。ん、はい、うん、で、まあ、今夜皆さんに書き込んでほしいのは子育て情報。うん、子育て情報ですか。そうそう、それは皆さんのそれぞれの、うん、まあ、家族で遊びに行こうかなとか、ああいう情報をみんなどうやって得とるんかなと、んー、うん、素朴な疑問で、ええ、うん、で、まあ、それと、まあ、今子育ていうか子供と遊びに行くとかなんで、一番欲しい情報は何かな言うんで、うん、うん、みんなに書いてほしいんですが、皆さんが何を情報としてるか、うん、どんな情報が欲しいか言うんと、うん、まあ、その情報をいつもどういう感じで得とるんかな言う、うん、それを教えてほしい、うん、これはやっぱり石川さん自身がこう3児のパパであるっていうところからですか。まあ、それもあるんじゃけど、今こう夢ホームで計画ショールームがこの
子育てに関するポータルサイトを今制作中。はあ。うん。でまあこれでまあ周りのどういうんかね、まあ今いろいろ子育てサイトいうのは要件あるんだけど、うん、まあちょっとわしらが欲しい情報がないんかな思ったりね、実際に。うん、うん。だけどそれをまあもう全然他のサイトを参考することなく独自でこうああでもないこうでもないいう感じで作り上げていこうかないうけ、もうあの初っ端はごちゃごちゃした機能はつけない。うん。でも単純なもうゼロベースで始めてみんなで作っていけたらええないうサイトを今その雛形をね作れるよ感じ。うん、うん、立花屋さんとかはこうとりあえずね自分が子供の時に遊びに行ったところに行くとか、うん、そういうことをするよっていうお話なんですけど、あの例えば石川さんはこういうのがあるらしいから行ってこようと思うんだよって、まあ、映画とかはね普通にネット見れば分かることだと思うんですけど、うん、子供用の情報って今はどうやって得てるんですか。わしらあのやっぱりキャラクターショーとかああいう見たい言ったらやっぱりその新聞の広告の下の方なんか出てるじゃない、うん、ああいう見たりアンパンマンが来るよとか、そのだいたいまあ仮面ライダーウルトラマンアンパンマンでゴーカイジャーあっこら辺なんだけど、でその情報源がなかなかまとまって得れないないう話もあるし、うん、じゃあそのチラシを見逃したらもうそのキャラクターショーはいけないないう現実的なもんもあるしな。うん。後から知ったりするとね、子供がそれをまた見つけた時にはすごいショックですしね。そうなんかもう父さん嫌いって家で振るかもしれない子供が。危ない危ない、そっからグレたりね。うん、でも本当にね、あの見逃したくない情報ってそういうのなんだけど結構見逃してしまうっていうこと多いですよね。そう、ほんでまあ住宅展示場とかなんか出すけ直前にチラシ打つんよな。うん、2週間前とか。そうそんなですね。うん、だからそういう情報を全部まあ広島市廿日市市まあ近郊いう感じで、うん、特化して一括してね見れたら、うん、ほんでまあ今いろいろサイトがあるけどママが主流なわけよな。ええ、うん、まあほんでけど結局まあ今イクメンじゃ言うてよるけど、うん、パパが欲しい情報がないんじゃないかな思ったりね。うん、うん、そこでこのパパが立ち上がったわけよ。そうなんですよ、うん、でもその、まあ、子供がねいらっしゃる方とかでやっぱり欲しい情報ってみんなそれぞれだと思うので、うん、ぜひねそのあたりも書き込んでいただきたいんですが、未来さんはですね、あの市民と市政ってありますよね。あのチラシとかによく入ってるんでしたっけ、うん、あれでだったりとかこう行き当たりばったりで子供と決めてたんだよと。うん、でまあいろいろ雑誌があるけどやっぱりスポンサー的なもんで金が絡んでくるレジャー施設とかなんかメインに出てきてから、うん、うん、どういうんかな、割とほんまに、まあ、単純にちょっとあっこ行ってみようやいうような遊ぶ場所とかが表で出てこんもんじゃないんかな思ったりね。ほう、あの江場山気象館のこの霧がこう台風みたいになるやつとか、あ、ありますね。うん、だけどああいうとほんまちょろっと行って楽しめるみたいな情報でもええし、うん、うん、まあ子供の手作り教室みたいなのがあってもええし、だけどああいう、うん、まあパパママターゲットだけどちーと、まあ、比率的にパパ情報が多いファイトにしたいな思うね。うん、いわゆる子供さんと何か一緒にできる感じですかね。そう、うん、でまあこれから今の世の中見とったら結構父親が子供に接する時間って長いみたいなね。あ、そうなんですか。今、うん、なんか減ってるとばっかり思ってました。いや割とね
きっちり土日いうか、まあ週休2日取って子供と遊ぶみたいな、父親が増えてる、うん、そんなお父さんのためにも必要ですよね。そうそう、そういうのは。中にはもう会社行かずにずっと家おるお父さんもおる。それけん、たまにハローワーク行ったりね、うん、もうでもそれ、うん、まあそういうね、あの今ご時世なんで、うん、ね、せっかくだから子供がいる時には子供と一緒に遊びたいというお父さんとかもすごい多いと思いまして、うん、で、石川さんが これから作っていこうというサイトの前にですね、広島にはどんなのがあるのかというので、うん、あの子育てポータルサイト、いくちゃんネットっていうのがあるんですね。まあ、広島子ども夢財団が運営するものなんですけど、まあ、怪我のことの、怪我とか病気の Q&A ですとか、お悩み相談とか、そういうのがあるらしいんですね、行政窓口なんだ。これ、どっちかっていうと、お母さん系な話になりますよね。うん、だけね、もう、やろることは、もうそっちに任すみたいな感じ。うん、うん、うちら、わしもあんまり、硬いのは好きじゃないし。ええ、うん、で知らねえ知らんでもええ情報なんだけど、うん、うん、好きなもんには答えられんような、ちと、うん、ちょっと濃い内容にしようとは思うけどね。ええ、うん、割ともうこういうネットとかサイト関係はママが主流できとるけ、うん、あんまりお父さんとしたら満足のいくもんじゃないよな。うん、確かに、うん、何本ママが見ても連れていくんはわしのにみたいな、ね、確かにそういうお父さんにとっては気持ちもねあるでしょうね、うん、で、おたこですさんとかはですね、やっぱりマメな父親知り合いにも結構いらっしゃいますよって、うん、今やっぱりそういう方がね増えてるんですね。であとタダオ X さんはあのいわゆる CM でありよくありましたワンパク大作戦ですね、某テレビ局のに結構お世話になりましたとか、うん、まああとですね、いくちゃんネット知ってる方多いみたいですね。で、立花屋さん、パパはどっかに連れて行くんじゃなく遊び場を作るっていう人も多かったりするんじゃないかねって。うーん、ねえ、まあ一括してそういうのが探せるところ、いわゆる、まあ、どっかに連れて行こうかって、もう動物園だったりとか、ああいうところではなくって、またなんか触れ合い系のものですよね。一緒に何かできるとか、そういうのを探せる場所っていうのがあると嬉しいんじゃないかなと思う部分があるんですが、一応、夢ホームが運営するという形で出てくる子育てポータルサイトなんですけど、うん、こんなことをやってみたいなとか、ありますか？うん、だけ検索して、まあ、今まであるようなサイトで出てくるような情報はもうあえて載せん方がええんかな思ったり、うん、2番線人みたいな、うん、だけこういう病院関係じゃ窓口じゃ、まあ、まああまり関係なしみたいな、うん、うん、ただ実際わしが、まあ、3人子育てしようって、まあ、長男がもう9歳だけね、うん、一通り通ってきた、うん、それの、まあ、経験でどういう情報が欲しかったないうのをもう今箇条書きいうんかね、リフトアップしてまずそれから充実させていこうかな、いうんで、でまあそのサイトをアップして、まあ、ゼロから始めよういうんで、ある程度もう見切り発信いうことはないけど、うん、もうまずアップしてしまう、うん、そこでまあみんなからいろんな意見聞けたらええな思うね、うん、そうですよね、やっぱりこれは見てもらったら、うん、多分わしが目指しておる道がわかる、育てた方じゃないとわからない、あとこの地元にこの地元で住んでる方じゃないとわからないっていう部分があると思うんで、うん、でまあ、うん、私気が長い人間だけそこまでパッとパッという感じには思うとらんねんこれ、ええ、うん、見る人が、まあ、一人でも、まあ、役に立ったなもや、まあ、それで成功じゃないいう、うん、うん、あんまりこう利益とかアナはまだ全然度外視したもんで、うん、まあそういう、まあちょっと覗いてみようかないうレベルのもんじゃもんな、うん、うん、
ね、でもあの子育てをまあこれからする、私たちなんかこれから、まあ、するのかしないのかわからないとして、うん、あのこれからっていうあれですけどもう言われるの分かってたんで言ったんですけど、あのなんか最近こう、ね、今ちょうどタダウェックさんが書いてらっしゃるんですけど、近所の公園でこうキャッチボールだったりサッカーとかできるじゃないですか。できたじゃないですか。で今できなくなってるところが多いじゃないですか、うん、あの運動公園系に行かないとできないとか、お父さんとのキャッチボールとかもあんまりできなくなってるとか、キャッチボール自転車禁止、禁止ですよね、うん、どこでやりゃいいんっていうのがあるんですけど、大声で騒いだらいけん、そうそう、うん、そういうのがなんか OK ですっていうのがあったらすごい嬉しいですよね。リフトアップするかね、うん、騒いでもいい公園だとバカな話じゃない、まあ、でもあのキャッチボールができる公園って知りたかったりはしますよね。そうね、うん、この前公園行ったらね、かあの注意書きにね、うん、ハイヒールで滑らないことって書いてあって、どういうことハイヒールで滑り台滑るバカおるかよこれ峰高公園だからね、20日お母さんとかがですか、一緒に、分からんけどね、なんでしょうね、まあ、傷になるからってことですかね、うん、そう、あのパイプがこう容器ある滑り台があるじゃん、ああ引っかかるんですね、うん、あれの過剰書きに、うん、ハイヒールを履いて滑らないことってか、ね、まあ何でも書かなきゃいけんのかなと思うんだよね。まあね、なんか書いてなかったからこんなことになったって言われる、うん、そんな日本もそんな時代になったんですね。まあ、常識なことでも言わにゃ、うん、言わんかった責任になるんじゃないかな。ちーと、まあ、びっくりしたよな、まうんうん、かなりびっくりしました今ねえ、未来さんがこう、うちは何あの行事とか何でも親子で共有できることがすごい良かったっていうことなんで、こう親子でなできる何々みたいなのがあったら本当嬉しいでしょうね。そういうのとかも、うん、あのそこのサイトに行かないとその情報は分からないじゃないですか、うん、その主催してるところじゃないと、フォフォフォ、うん、いや一個面白いんがね、あのあ新宮島水族館言ってできたんよ、はい、リニューアルしてから、ね、はい、できましたね、うん、あれ でおリニューアルオープン前にあのホームページ探したわけよ、はあ、うん、ほんでこれ、まあ、20日市市役所見れば出るんかな思ってやったら出てこんのよ、うん、新宮島水族館って、で宮島観光協会にのホームページ見ても名も載っとらんのよ、で宮島観光組合のホームページ見ても宮島水族館のことは何も書いとらんのよ。ああ確かにそうかも、うん、ああいう地域で仲が悪いのがおったらバラバラに情報になるけんね、ああいうもなんかニヤニヤしながら見よったけどね、やっぱりこうなんていうんですか、まあ、お金が絡む関係だったりとかもあるでしょうし、なんかね、イベントとかに関してはやっぱり田舎行ったらこうわしがわしがいうのが多いけ、バラバラになるよな、足並みが揃わんとな、うん、ああいうのも田舎の見どころだと思うな、ワンポイントでちょっとなかなかコメントしにくいんですけど私も、田舎じゃけ、うん、いやねえ、でもそういうことってこれも本当に子育てしないと気づかないですもんね、そんなんで見て、うん、実際調べてみには分からん、ね、そうですよね、おもちゃ王国ってどこにあるんやみたいなね、あおもちゃ王国あれどこかね、あのほらたくさんあるから何個もあるとは知らんかったよ、そうたくさんあるから、うん、あの近くのに行ってくれっていう意味でどこどこって書いてないんですよね、言ってないんですよね、うん、うん、静かに拡大中らしいよ、静かになんだ、うん、多分国会もおもちゃ王国になるんじゃないかなこれからまあ今ねいろいろね、本当国会答弁今日聞いたらおもちゃみたいなかったけどね相変わらず小学校の教室みたいになってますよね、野田師匠の顔見ようとは私歌舞伎顔よなそうですね、どっちかというとなんかあのなんかけてんてんてんってなりそうな、そんな感じですよねなんかねおかしくて死刑言われる、巷ではねあのダチョウ倶楽部のって言われますけど確かに歌舞伎系の顔かもふうふう、ね、でもなんかそんな子どもたちの今ねどんどん書き込みもいただいてまして、こうあくびさんとかはあの
親子でね、こうあちこち行ったりしよって、お弁当持ってって自然の中走ったり転がったりできる場所が一番楽しかったって書いてらっしゃるんですけど、いわゆるこういうことができる場所っていうのも、うん、皆さんの書き込みとかも必要になるのかもしれないですね。うん、システム的にそれを今考案しようんだよね。うん、あのビル・ゲイツと話しながらね、毎日も大きいな話が。おう、ビル言ってから。そしてその先は英語は喋れんけどよく分からんけどね。向こうも日本語喋ってくれないですもんね。あいやー言ってね。あいやねえ、これはいつ頃から始動しそうな話ですか？10月中から後半にかけて、はい、もうほとんど雛形できとるんよ。あ、そうなんですか。うん、あとはその中の情報をどのレベルでオープンさすかいう話で、じゃあその時にはデデデンと発表を、うん、じゃあね、この時間に合わせてスタートするとか。そうね、まるであのなんかピッとこう今からスタートみたいな感じでやるとか。まあうちのあのわしがやろうわけだし、ウェブ担当の鶴田さんがしょうっていう設定しといてもらって何社長無茶なこと言おるみたいな感じすいません、ひどいこと言いました。はい、難しいことだったらごめんなさい。私もホームテレビ行ったり忙しいんじゃっけみたいな。あ、すいません、ありがとうございます。本当なので発表があればすぐにですね、あのどれだけの進展があったかなどなど話をしていきたいと思います。はい、それまで石川さん、なんか皆さんのね思いとかあったらぜひ、うん、あっという夢ホームの方にそうね、いろいろね送っていただきたいですね。いろいろ意見聞かせてくれたらもうそれを反映さすけね。そうですよね、うん、そういう、まあ、みんなで作り上げていこういうサイトで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さんの情報をどんどんお寄せください。お待ちしています。始動の時には必ず発表しますので、それまで待っていてください。はい、じゃあ星座はまだ揃ってないみたいですね。そうですね、乙女座が欲しいからね。相変わらず乙女座がなぜか集まらない状態。うちの奥さん聞いてますか？あ、水亀座もう寝とるだろう。はい、よろしくお願いします。お待ちしています。じゃあ一曲いきましょうか。はい、はい、一曲お届けしましょう。広島出身のシンガーソングライターリコさんでちっぽけな歌。おう、僕が笑っている時どこかで涙が流れ、世界は変わるんだ。僕たちはただの偽善者で、願うだけじゃ何も起こらない。確かな明日もなくて、今を精一杯生きる人、僕たちは何をしている？
おお。インパクチーパックパク。今週のインパクチなんですけど、私のインパクチは石川さんのその今日の頭が一番インパクチですね。これ4パクでしょうね多分ね。はい、マジか。最近身の回りで起こった印象的な出来事や気になったニュースを紹介するコーナーなんですが、石川さんも何かありましたか？こうみんなが引くようなパクパクがあったけど。ちょっと後にしましょうかね。じゃあそれは皆さんも書き込んでもらいたいと思います。ドン引き振るだろうな。インパクト一番最後にいきましょう。あ、うんこネタとかじゃないよ。うん。あのダメ出しパクパクが今出ちゃいました。さあじゃあ行きたいと思うんですが、皆さんにも書き込みをお願いしたいですね。いろいろ書いていただきたいと思いますけど、ちょっと届いてたのがありましたので早速ご紹介しましょう。ちょっと原文のまま紹介させていただきます。はい。大きめのチキータバナナ1本分、すっきり爽やかコカ・コーラ。投稿内容がよくわからないんですが、これリコポンさんからいただきました。リコポンさん、どういうことなのか書いてください、教えてください。ちょっと飛ばし吹いたかな。どういうことかな。どういうことだろう、どんなことだろう。んチキータバナナって何なんですか？チキータバナナってバナナのメーカーですか？バナナのメーカー、チキータバナナ。あ、なんか雰囲気分かってきたね。昔あのドカタの一本グソギがあったけど。何それ初めて聞いた。え、そうなんですか。そうなんですか。そこに話を下ろすな私も。ね、ちょっとね、ご本人さんいらっしゃるんで、いらっしゃいましたよね。どういうことなのか聞けたらいいなと思ったんですけど、これまあ、あのどういうことなのか書きにくいという、私たちの想像通りっていうことでしたら、書きにくいと書いていただいたら、ね。うん。はい。よろしく。それから、DM で送ってもらって、それを読むいう方。書き込み来ましたか？あ、やっぱりそういうことなんですね。やっぱり一本ぐそりだった。はい。とてもうまいです。じゃあお願いします、石川さん。さあ判定はのちょっと例えが素敵だったんで、コピーライト的な面で、うん、素敵なよね。うん、素敵素敵。どこが素敵なこの話題で素敵と出ると思いませんでしたね。ポエムみたいなもんね。ねえ、だ最後すっきり爽やかコカ・コーラで締めてるところがね、うんうん、まあ内容は何でもあのうんこネタはもう出すけど、ああ石川さん的に。わかりました。じゃあ出さない方向で私は。そういういや、どういう対抗意識ない。行きましょうか、うん、猫さんからいただきました。あ、そうそう、ね、台風で停電起きてたっていう話だったんですけど、台風で停電起きて信号まで消えていたって。マジに？え、せーの。あれ信号って別のなんか電波とか、電波じゃないや、あの電力とかあるんじゃないんです？え、あ、信号が消えたけ台風が来たいうことじゃない？どういうあれですか？あ、でもそっか、あの東京なんとか大停電、ニューヨークの大停電もそうですしね、あの東京って書かれる、うん、もう一回言ってみよう。あの映画の分とかでもこう、ね、交通整備する人がいらっしゃいましたもんね、そういえば。へえ、東京ブラックアウトという小説で撮ったの、ね、ありましたよね、あの時にこう、うん、面白かったな。そういや信号が止まってましたよね。そういや、そういえば2泊3泊な、何泊だったんです？2泊だったんですね、うん、続いていきましょう、ね、台風大変だったんですよね。レックさん気をつけましょう皆さん。そしたらすごいね台風が、あれ今本当それがねもう大きい出来事になってましたけど、爆高野さん実は番組始まる前にもねいただいてたんですけど、先週は腰が痛かったりいろいろ大変ですね。バクさんね、インパクチーいきます。
誕生日の次の日にネズミ捕りで40キロオーバーで一発免停になった。ああ。ああ、これは痛い。せーの。これは4つ出ちゃいました。お見舞いパク、ね、お見舞いパクですよ。誕生日の次の日でしょ。しかもバックさんずっと腰を痛めててね、しんどかったのに、なんか誕生日好きってしんどいですね。大丈夫かしら。だいたい誕生日の月は運勢上がるもんなんだけどね。うん、上がってますけどね。うん、逆のパターンもある、うん、逆のパターンになってしまいました。さあ、じゃあ猫さん本当に大変だったんですね。電柱が倒れたり折れたりとかもあったみたいですね。まだまだ被害が大変なんだろうな。うーん、本当に大変ですね。気をつけてください。やっぱ外出たりとかね、しないように気をつけることもそうなんですけどね、何が起こるかわからないですね。うん、けど今年のあの行く年来る年いうかね、年末のあれは災害ニュースばっかりだろうな。うん、今年の振り返っていうね。ねえ、でも今ね、どこまで振り返っていいのかっていうのね、すごい言われてますよね。紀元前まで。なんてタイミングがいい曲。首が折れるわ。振り返りすぎじゃない。あ、リコポンさん三泊ありがとうございます。次は美しいのにしますと。ね、確かにそうですよね。ダメだよ、しょんべんしたら虹が出たとかそういうのはダメだよ。はい、辰馬の屋さん行きましょう。これ真似しないでくださいね。右手の携帯で電話しながら電話してますよ、うん、左手はチャリのハンドルに置いてあります、うん、もう一つ携帯を持っていてメールをしながら運転する女子高生を見た。せーの。器用なの、まあ、女子高生だけ一泊か。 いやー、電話しながらね、自転車乗ること自体ダメなので。ねえ、でもまだけどこうメールしながら歩きよった女子高生はこうええように人混みをこう塗るんだけど、大リーグボール3号みたいにこうこういうよ。間抜けていくんですよ。あ、でも私ここ見えとんかな、いやメール私画面見ずに打てるんで、歩きながらよく打ってます。すごいな、受験のカンニングの学生みたいな、ね、あのブラインドタッチブラインドタッチでガーって打って1行ずつぐらいにこう変換ごとに見ながらこうちゃんと前とか見てますね。へえ、うん、タッチダメよって言われんかったよ。そういう店じゃないよって言われた。もうフィリピン系なの。もう面白すぎますね。今日かなり面白いですね。ちょっと皆さん、どこ行きましょうか。お、4泊ありがとうございますってバックさんが、ね、気をつけてくださいよ。本当誕生日の月って運勢上がるんだよ、うん、猫さん。そうですよね、上がってそれかもしれない。本来ならもっとひどかったかもしれない。そう考えるしかないよね、物事栄養に考える。いや私来月落ちるんだと思ってちょっとすごいショックだったんだけど。あのガチャさんのこれいきましょうか。一応インパクトはついてないんですけど、うん、息子の DS がこれ多分台風だと思う、台風の日に壊れたらしいです。ダメですか、インパクチ。はい、お願いします。せーの。パクパク。いや、壊れるんですね。壊れるよ、わしもこの前目の前で見たけどね。あ、PFP でも砕け散るんじゃないね。どんなになるんですか。それはなんかファイトしたって喧嘩で投げたとかそんなんじゃなくてですね。いや、うちの奥さんがぶち投げてから、ね、ああ液晶が割れたんですか。液晶って割れるんだな思いながら。それは大泣きですね。うん、かわいそうな。かわいそうにな。ね、そういうこともありますよ。ある程度の衝撃までは耐えれるんだろうな。うん、そうなんでしょうね。うん、あ、でもほら、iPhone4 ってガラスじゃないですか。あ、うん。
で3、私たちも3持ってますけど 3G3GS は確か素材が違うんですよ。で iPhone4 は友達がなんかでパッて落ちたんですよ、下に。で落ちた時は大丈夫だったんですよ、画面見ても。あ、落としたって言って、あ、でも大丈夫そうだねと思って拾おうとしたら、歩いてる人がカコーンって蹴ったんですよ。それで綺麗にひびが入りましたもんね。あ、入るんだ。入るみたいです。私も結構落としとるけど丈夫なんだな。 3G の方が、ね、入りにくいらしいですよ。 3G3GS の方が。そうなん。4は結構画面割れたっていう人もいますもんね。この前これパチンと落としてから、うん、おい大丈夫だ思ったらね、こっち側が割れとったケースの意味ってでもあるなって思う時ありますよね。そういう時ね、あ、やっぱケースであれの割れるんだっていう、うん、この背中が割れとる。あ、あ、同じみたい。ガチャさん、あまりにもするからお母さんがやっぱり床に叩きつけたんだってなんか流行っとるみたいなね。何が何が壊すことかですか。やめてください、もう危ない。これ多分これオリンピック競技に加わるんじゃないか。 DS をいかに壊すか、もうそんなTFP 部門と DF ねえ部門がある。やっぱり精密な方が壊しやすいんですかね。まあ、子供はたまったもんじゃないけど ね、 ね、今修理出しとるが。あ、やっぱり修理出すんですね。うん、黙ってね、お母さんには。もちろんだってね、それはお父さんお母さん払いですもんね。うん、確かに。さあ、じゃあそろそろ石川さんのインパクチいきますか。私のインパクチはね、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいよ。じゃあ勝さんの言ってこれで最後にしましょうか。はい、いきたいと思います。マックでハンバーガー60円の頃、これ今週じゃないじゃんまあいいや。20個注文、マツコと40分経った後、お盆2皿に山盛りのハンバーガー5分で食べきると店員に相当嫌な顔をされました。すごいな、一人で食べるの。判定はせーの、まあ、ちょっとこれ一応ね、今週のっていうことだったんで辛口ですけど、石川さん、マックのハンバーガー何個食べれます？マックの、けどわし社会人になって初めての給料で何しようかって決めとったのはマックのポテトを 10人分食べるんだったっけね。やったんですか。やったやった、全部食べれました。うん、喜ん、うん、いや途中で気分からだったさすがにね、ポテトはね、うん、やっぱなんかね、学生の時はケンタッキーとかああいうマックが贅沢もんのような気がしてね、 あんまり食えんかったよ。で給料をもらったら、まあね、親に何か送るいうんと、自分には褒美としてマックを腹いっぱい、マックポテトをね。へえ、いやーでもそういうのありますね絶対。うん、私いちご一箱でした。ほら、あの4つパックが入ってる一箱買って食べるっていうのがでやりましたね。やっぱあるよな。レディーボーデンでした。あの、なんかあります？うちこうレディーボーデン懐かしいなわしもやったよね、あれを樽ごとね、こう持って食べるのは。そうそう、大きいスプーンでね、世界の支配者になった気分だね。スプーン曲がるんですよねカチカチやったらね。そう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 絶対みんなやってますって。けど最後の方はもう贅沢になって、なんかこう溶けとるのを飲んだりする。そう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 、まあでも、あの、皆さんほどほどにいろんなことは、あえて口が超えていくんよみんなねえじゃあ石川さんの、あのガチャさんが書いてくださったんですけど、そうそう、私のカメラがあったことインパクチー、そうなんですよあのツイッターに書き込んだら見ましたよって来たんで見つかりました。なくなったの？ん？いや、カメラがなくて探してたんですよ。で今日さっき始まる前にカメラがないって言ったら、え、見ましたって、どこどこにありましたよって、本当に見つかりました。すごいな、ラッキーでした。警察より優秀な、優秀でした。まあ大体ここにあるかなと目星がついてたんでよかったんですけど、さあそろそろ行きましょうか。石川さんの今週のインパクチは何だったでしょう。インパクチはね、あの、夜中にうちの庭に人がおった誰かわからんけど、これはもう皆さんどうでしょうかせーの
ブチ怖いパク。これね、もううちのスタッフ全員今日この話を聞いてかなりびっくりしたんですけど現地まで見たよね今。そうそう、ここですかっていうね、現場検証まで私たちしたんですけど、もう夜中の2時にね、うん、うちの長男が、まあ、寝相が悪いけど足の腹で足をバーンとぶつけたんよ、はい、で私がうーっと起きたら、その玄関のセンサーライトがパーッとついたの、うん、あれって人がいないとならない分ですよね。うん、人感識じゃけ、うん、で、まあ、うちの破れた障子からパッと庭見たら人がおるわけようわー思ってから、うん、急いでそのリビングと玄関電気つけに走ったんよ、うん、ほんで玄関まで行ったら車が急発進する音がしてね、走って逃げたんじゃなくて車があったんですか、うん、車降りていこうとかしてからね、わお。どれぐらいの人とかも見てないんですよね。そう、逆光になるよな。あ、光がバッてついてるから、背中からこう人影がこっち見えるパターンだね、わお。あれは泥棒言うんか、空き巣だったのか不審者だったのか、わしの寝相を覗き見しよう思ったんか。おお、そういう系もありますか。かなりコアな不安うん、なんなんかな思いながら、うん、でも本当に怖い話ですよね。だってガラス一枚なところもあるわけですし、そう簡単にはね割れないとはいえども、うん、なんか物騒だな思って、ね、うん、ちょっと防犯面を強化しようと思って、ね、そうですよね、うん、いやかなりこれはあの多分4泊どころじゃなくて皆さん本当にびっくりしたやっぱり引くだろこれ、話をさせていただきまして、うん、これを最初出したら楽しい話題にならんけど、うん、先に出せなかったんですよ。だからね、暴力反対アルフォック怖いとかね、皆さんねいろいろ書いてくださってますけど、本当、ね、でもこれって防犯対策、いわゆる入り口の対策してもね、飛び越えれますもんね。うん、来る気があるもんは来るけえな。うん、うん、それまあ未然にその音が鳴るもんとか、うん、鍵でもう施錠できるもんを用意しようかなもんね。まあ、誰か入った時にううってなるようなものとかね。そう、で家の周りへ有刺鉄線と地雷を仕込んで、子供が危ない、あと狙撃手子供が危ない子供がかなり危ない、狙撃の王ウソップを雇うという莫大お金がかかるわけでまあそんなリフォームもありかなと考えるぐらいの大きな撃退リフォームですよね。本当ですよね。でもね、あの本当なんていうんですか、暑くて、うん、よくねほら暖かくなるといろんなね悪さをする人が出てくるって言われてたんですけど、やっぱり夏が暑すぎてちょっとね普段の夏の犯罪も減ってたらしいんですけど、過ごしやすくなってきたんで、またねそういう犯罪も増えるんじゃないですか ね。警察からの防犯メールがね少なくなってきた。なんだ、あーそうですか、うん、じゃあ減ってきたってことです。もう盆明けぐらいからすごかったんよ。すごい多かったですよね。こう若干涼しさが出てきたあたりぐらいからね。浅北の方はなんか陰部丸出しのオートバイ乗っとる人間が出没したり、もう変わっとるの やっぱり浅北はみたいなこれね、ごめんなさいね、浅北区の、ね、方いらっしゃったら本当すいません、あの珍しいもんが出るなぁ、はい、あとタダオ X さんはドーベルマン話がいいっていうのはどうですかと。ドーベルマンデカ懐かしいもうあ、でも結構いろいろあるんだ、まあ、確かにな、うちのワンワンが死んだけんな、うん、ワンちゃんがいないっていうのはね、うん、気づいてくれたらね、そうそう人がおりゃ泣きこったけね、うん、うん、ちょっと考えないかんな。なので皆さんちょっとチワワかなんかこう可愛いですねそれなんかねねえ、でもねえちっちゃい犬こそこうワンワン叫んでくれると思うんで、キャン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 、うん、リコポンさんのこのすごい勇気のある不審者というのは石川さんの家に入ったからですかね、うん、あでもローガンドさんやっぱり家の中でね大型犬を飼ってると少し安心って、うん、私もあの数々の怖い思いはしましたけどね。えけどわしは庭に出た時もまだおったら
結構大変なことになっとったよ多分そいつは。まあ多分そうでしょうね、うん、結構武器持っとった気がするおおんおおんフォーゼ並みに武器持っとった、いろいろ、うん、まあ今日の格好的にもそうそう、ええ、まず耳つけてね変身せんなあかんのかっていうそんな時間が必要なのかちょっと待っちょれよみたいなテレビじゃないぞこれつけてみたいなテレビじゃないんだからその間に攻撃されますからちょっと逃げるなよまだ危ない危ないねえもう本当にいろいろ大変なことがあったみたいで、ね、皆さんのインパクチにもびっくりしたんですけど石川さんにも気をつけてね、うん、私はびっくりしたほんま本当ですよ。もうすいません皆さんにたくさんインパクチいただいたんですが石川さんのこの、頭とそして石川さんのインパクチがさらっていってしまいました。申し訳ございません。まあ、来週もまたね面白い話を、うん、はい、どんどんお寄せいただきたいと思います。星座は揃ったから、あ、揃ったんだ。あ、その不審者リコポンじゃないからねリコポン遠い遠いまず遠いここまで来るのにじゃあ早速星座占い行ってみたいと思いますんさあじゃあ行ってみましょう。11位から2位までまず発表です。まずは11位からヤギ座の皆さんです。ごめんなさい。マジかよマジかよっていうの聞こえちゃいました。口は災いのもとということを実感するかもしれません噂話や軽はずみが軽はずみな発言に注意です、季節のフルーツを食べて運気を回復しましょう。季節のフルーツ今何ですか。梨、梨ですよね。梨、うん、ブドウ、ブドウとかも。ブドウ狩り行きたいな。あ、いいですね、うん、行きましょうか。あ、はい、じゃあ10位です。双子座の皆さん思わぬ出費で財布がピンチの暗示。なかなか貯金ができないあなたは毎月の収支を、細かくチェックすることが大事でしょう。これ私もできないな残念お金も入ってこないしな。次行きましょう。第9位です。蟹座の皆さん。不安なことを抱えているあなたは遠慮せずにお友達に相談を持ちかけましょう。親身になってくれるはず。お話ししてみましょう。そして第8位は水瓶座の皆さん。これまでの努力が金銭面で実を結びそうな暗示。明るい色のファッションやアクセサリーを取り入れるとさらに運気がアップ、金運がアップするでしょう。金運アップは明るい色。続いて第7位は牡牛座の皆さん。あなたの個性を重視すると思わぬチャンスが巡ってきそうな星回り。カレーライスを食べてパワーアップです。いいね、いいですね。なんか食べ物を食べてパワーアップっていうのが。そして第6位がお羊座の皆さん。お、いきますよいきますよ。笑顔な挨拶が効果絶大の予感。いやいや怖い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 見えてないしかも明るい気持ちで自分も周りも過ごすことができるでしょう。ラッキーカラーは赤だそうです。赤、はい、これ明日からですか。何着ようか。真っ赤でお願いします。赤い服持ってないの。買いましょう。そして第5位は魚座の皆さん。周囲のサポート魚座の皆さんは周囲のサポートに徹すると基地の暗示。意気投合する仲間のお相手はお手伝いは回り回って自分に返ってくるでしょう。いつもサポートしてますもんねそして第4位は最後まで待ってました乙女座の皆さん。運気が安定しています。職場や地域の集まりなどで年上の人と親しく交流すると運気はさらにアップの予感です。そして第3位は天秤座。周囲の注目が高まる星回り。心ときめく出来事があるかもしれません。ラッキーフードは季節のフルーツです。この間から多いですよね。ブドウ、うん、あと梨かも。ブドウ狩り行きたいな。そういや、うん、アゲーンそして第2位は獅子座の皆さん。恋愛に積極的になりそうな予感。乙女座がお相手ならベストパートナーかもしれません。
乙女座、しかも年上の人がいいということなので、乙女座の人は獅子座の年上を見つけるといいということですね。おお、ハレンチな。そしていて座サソリ座が残っておりますが、ごめんなさい、12位はいて座です。準備していたことがアクシデントで、ドローに終わるかもしれません。無駄なことになってしまいそうだということで、感情的にならず太陽の良さを示すことが大事です。気をつけましょう。そいでもって1位はサソリ座の皆さん、再び挑戦することに月があるよく暗示が出ています。過去の反省を生かすことがポイントになりそうです。周りへの気配りが追い風になるでしょうということで、ご紹介しました。すいません、かなり今日は、神々のご紹介になってしまいました。ということで以上、星占いご紹介いたしました。星座占い。石川さんが今思っていることを自由にトークしていただくコーナー、名付けて石川コラムです。石川さん、今週のテーマは何でしょうか。今週のテーマはね、ま、前も一回テーマに出したんだけど、緑。はい。うん。ほんで、まあ、まあ、工事の製品的なもんなんだけど、その、屋上緑化とか、この壁に緑をはわす壁面緑化の商品が結構出てきよるわけよ、今。うん。で、これが、結局、緑が多いかったら、まあ、温度が下がって、うん。うん。それで、まあ、精神的にも、こう、癒す効果があるよね。うん。で、割と、あ、ええなぁ思うんだけど、なんかこう、製品の、宣伝力が弱いんか、どうしても取り上げられるんが、省エネの家電とか、ああいう製品ものな、電化製品ものは、その省エネに取り上げられるんだけど、緑の方は、全然アピールの度合いが小さすぎてね、あんまり知られとらん。はあ、そうなんですか。うん。ほんで、まあ、わしらも、いろいろ建築の、雑誌読みよっても、うん、いろいろ、ほんま、雨水タンクから、その、庭へ散水するシステムとか、うん、いろいろこう、自然、緑の商品はすごい容器あるんだけどね、なかなか、緑に目が向かないかな、みんな。うん。うん。で、まあ、わしら庭工事しょる気あれだけど、緑が欲しいいう まあ、お客さんも、もう以前より半分以下ぐらいになったのかな。うん。庭に木が欲しいいうお客さんも少ないし。あ、そうなんですか。うん。だけど造園屋さんも、やっぱり、庭工事があっても、庭木を植えるいうのは少なくなってきておる。一時期あれだけこう、うん、ガーデニングとかそういうのは流行ったにもかかわらず、うん、そう。そんな状況なんですか。うん。ほんま、こじんまりしたプランターで楽しめるもんとか、うん、うん、でガーデニング雑誌見てもそういうちっちゃいもんしか紹介せんのんよ。うん、うん、まあ需要がないっけ紹介せんのんだろうっけ。うん、うん、でまあたまに庭を雑木林にしようとかいう雑誌も出るんだけど、あんまり売れない。うん、うん、だけど割と、うん、エコじゃ省エネじゃ言う割には本来の自然である緑に目が向いてないなあいう悲しい現実が今ある。うん、だけどまあそんなにでかい木を植え言うんじゃないけど、うん、リビングに寄ったり、まあ玄関から出た時に見える範囲にはやっぱりみんな緑を植えましょういう運動を一人でしょんだけどね。うん、うん、庭に木を植えましょう運動、うん、をわしが一人でずっともう3年ぐらいしょるけど、大事なことですよね。でもそれって本当は、うん、まあね、
まあ、みんなでやろうよいう人間じゃないけあんまり広まらんんだけど、工事依頼があったお客さんに対してはやっぱり、木のことは言うよね。でやっぱり言われるんが、その手入れせんでもええ木はないか、葉っぱが落ちん木はないかって、でほっとってもボーボーにならん木はないかって言ったら、もうプラスチックの増加しかないいう話でね。緑は欲しいんだけど手がかからん木がええいうのが今主流で、まあそれに近い木はあるんだけどね、島とねりこ言ってね、まあ、ただまあ伸びるのは早いけどね、葉っぱはそこまでポトポト落ちんし、葉っぱもボーボーにならんいうんで割と喜ばれるんだけど、まあ、そういう一本一本よね。コンクリートだけのパーンいう駐車場もまあシンプルでかっこええんだけど、そこへ一本木を植えたら全体が柔らこうなる雰囲気が、やっぱり子育てにおいてもやっぱり緑や四季を感じるような庭で育った子は感性が豊かになって情緒も豊かな、やっぱり、どういうのかな、まあ、ちょろっとは手間がいるだろうけど、やっぱり敷地内に緑はみんなこう覚悟していった方がいいんじゃないかな。確かにそうですよね。なんかなんかの木があったってやっぱり、まあ、私とかはずっとマンションとかですけど、ちっちゃい時のおじいちゃんおばあちゃん家に栗の木があったとか柿の木があったとか、そういうのをなんかすごく残ってますよね。木は木で、まあ、桜んぼとかね、ああいう柿の木とか、ああいう記憶はあるだろう、やっぱり子供の頃の、それが今少しずつなくなっていきおる。おばあちゃんち行っても全部コンクリートだったとか、まあ、おばあちゃんとしたら孫らが帰ってくるために駐車場にしたいう話なんだけど、そこへやっぱり四季を感じる木をなんか植えとったらやっぱり違うな。ぜひ石川さんのこのね、庭に木を植えよう、キャンペーンですよね。そう、はい、賛同される方もしくはですね、お家にちょっと、まあ、でさっきも一つ一本そういう木はあるんだよっておっしゃってたんですけど、あまりねこう手のかからない木とかっていうのも相談したら出てくるものだと思うので、そうそう、こんな木、まあ、高さとかねいうもある程度は探してくるんだね。なのでぜひ周りの方なりご自分のお家なりで何かあったら必ず夢ホームの方に、いや、まあ、近所の造園屋でも何でもね、まあまあ近くのねまあ近所が一番ですので、そりゃ近所で、はい、広島にいらっしゃる方は夢ホームに、はい、言っていただければと思います。なんかでも相談だけでもいいですよね、こういうのが欲しいんだけどみたいなのとかがあればね、また番組内でね話もしていきたいと思いますので、まあね、これはもう、まあ、どういうんか営業的なもんじゃなしに、そういう気持ち的なもんですよね、意識の運動じゃけ、だけどうちらでも工事でも安出しおるけどね、ありますよ。猫さんのところはですね、実家の近くの町は一本必ず木を植えるっていう風になってるんですって。やっぱそれが自然いうか、もうフォーフェないけん状況になってきようんだろうけどね、でしょうね。ちょっとね、何かできることがあれば私たちもしていきたいなという一つにね、皆さん挙げていただければと。街中ほど有効なんだけどね。そうですね、周りが緑じゃったらそこまで、気温とかああいうのは問題ないんだけど、特にヒートアイランド現象の中心部よね、そうですよね、全然一人が一本いう意識を持ったら全然変わってくるよね。ということで石川コラムお届けしました。毎週このコーナーでは石川さんが自由にトークします。ご意見ご感想、そして話してほしいテーマなどありましたら、ついなま20日市のツイッターついなま201、また石川さんの夢ホームまでお寄せください。そしてこの番組は素敵住空間夢ホームのブログでいつでも視聴が可能となっています。毎回ライブ配信終了後に掲載しますので、聞き逃した方もご安心ください。石川さんの頭のアイテムは次はどんなものが出るのか楽しみにしてもらいたいと思いますが , 笑いすぎですよちょっと次10月3日です。
はい、もう10月ですよ。ほうか、はい、2が日曜日か、はい、なんか2日に柿田さんが寸劇を震えてからイベントが出てたの。ああそうなんですか。柿田さんまたそんな今日来られてないんですよね、うん、じゃあ宣伝せまいや、そのいや今そのあたりのねお話をまた明日とかも聞かせてもらえればと思ったんですけどね、練習されてるのかもしれないですから。そうなん、いや分からない飲み屋ですから、すごい不確かなことを言いました飲み屋で奮撃しそうかもしれない。今日 の, あの見学の見学のご紹介とかは、あ、はい、今日一名見学者はミラションさん、はい、ありがとうございました。そうだから今日あのソーシャルの中にミラションさんの書き込みがなかったというそうことなんですよね。そうしたかったんです。そうプロポーズに、いやいやいや、もう本当にあの大変なことになってますプロポーズにありがとうございます、いただきました。綺麗だね花。そうなんです、明日とうとう30分になっちゃいます。うんね、ああ。あと2時間目いっぱい楽しみます。そりゃ泥酔するしかないの。それは週末ぐらいに頑張りたいと思います。それでは石川さん、来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんさんもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今夜はこのあたりで、ついなま初回地、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。